今日は東京駅に来ています。今日はここから東海道線の新しくできた特急湘南に乗って終点の小田原まで乗り通してみたいと思います。特急湘南号は湘南ライナーとして運転されていた列車がダイヤ改正で特急に格上げされる形で登場した列車になります。湘南ライナー時代と同じように朝上りの東京行き、新宿行き、下りは小田原行きを夕方に運転する形で継続されることになりました。で、今回も丸の内口に来ているんですが、東京オリンピック開会式までの日数がわかるモニュメントが設置されています。あと4ヶ月ぐらいといったところでしょうか。今日は丸の内中央口から入っていきます。丸の内は南口、中央口、北口と3つの改札口がありますが、この中央口は中央と名前がついているにもかかわらずちょっとちっちゃいんですよね。絵的には前回の丸の内南口か、まあもう一つの丸の内北口が多分映えるんじゃないかなと思います。まあ、丸の内に限らず八重洲で撮るっていう方法もあるんですけどね。今日乗車する特急湘南3号は東海道線ホーム9番線から発車します。で、今日乗車する特急湘南3号は9両編成で運転されるようです。で、今日はエキネットチケットレスサービスで少しだけ安くなるキャンペーンをやってたので、チケットレスサービスで予約してみました。今日は3号車ですね。東京駅18時30分発の列車で、この列車はダイヤ改正前は湘南ライナー1号として運転されていた列車です。湘南ライナー時代は乗車専用駅の東京と品川を除くと途中停車駅が藤沢と茅ヶ崎にしか止まらない列車だったんですけれども、まあダイヤ改正で結構中身が変わってて、まあ別物の列車に仕立て上げられていると言っても過言ではないんですよね。今日はそれに乗ってどういう変化があったのか早速乗って見ていきたいと思います。まあ、こちら7、8番線側なんですけど、まあ宇都宮線、高崎線、そして常磐線と、まあ上野東京ラインの開業で結構様変わりして、その結果混雑は結構するようになったんですが、まあこの混雑率でいくと東海道線も結構混むんじゃないかなと思います。まあ東京駅のホーム見てると結構色とりどりの電車がやってきて、この時間になってくるとエメラルドグリーンの常磐線も来たりだとかして結構楽しいですね。見てるだけでも飽きないかもしれないです。特急湘南3号は東京駅9番線に18時24分頃回送列車としてやってきます。で、この列車は田町の車両基地で点検整備を済ませた状態で入ってくるんですが、もうなぜかすぐ乗れないんですよね。はい、それではやってきました。中央線特急あずさ開示から撤退後、踊り子向けに転用改造された E257系の2000番台の9両編成になります。湘南ライナー1号時代はこの列車は215系の10両編成で運転されていたんですが、特急湘南3号としては9両編成で運転されるようです。で、特急湘南号は基本的には9両編成での運転になるみたいなんですが、5号、7号、11号の3本だけは付属編成をつけた14両で運転されるようです。2008年3月までは湘南ライナー1号に E257系の特急あずさ向け編成がそのまま入っていた時代がありまして、まあ13年ぶりに戻ってきたことになります。はい、ドアが開いたのでそれでは中に入っていきましょう。手でかざすと開くタイプのドアというのは、まあこれまでと変わってないですね。あれ開かないや。はい、座席はモケットが張り替えられていて、青緑の綺麗な座席に変わっています。今日乗車するのはこちらの 11A の座席です。で、乗り込んですぐ湘南3号は東京駅を出発します。途中停車駅は品川と大船、藤沢、辻堂、茅ヶ崎、平塚、神津です。で、今の停車駅を聞いて違和感を感じた人もいると思うんですが、湘南ライナー1号時代は途中品川を除くと藤沢と茅ヶ崎にしか止まらなかった列車なんですが、一気に停車駅が増えてるんですね。まあ、これはどういうことなのかというのを今日紹介していきたいと思います。で、東京駅を出るとすぐ左側に、東海道新幹線の線路が見えます。しばらくの間東海道新幹線と並走する形をとります。いやー、しかし東海道新幹線さすが速いですね。加速が段違いです。
見えてきました。こちらは N700 ラージ A、JR 東海の車両みたいですね。オレンジ色の JR マークが見えました。座席上のランプを確認してみると、東京発車時点でだいたいこんな感じです。まあ、緑と赤でほぼ埋まってますね。ところどころオレンジもありますが、5割程度といったところでしょうか。あずさ自体は9号車、現在の踊り子では3号車、ミニラウンジが今も変わらずに置いてあります。多分これ見た感じ、モケットとかは変わってなさそうですね。ここは手をつけなかったんでしょうか。東京を出てから9分、最初の停車駅品川に到着します。で、湘南ライナー時代はこの駅は乗車専用の駅となっていましたが、特急湘南になったことによって東京から品川という単区間でも特急券が発券できるようになりました。まあ、そんな利用の仕方をする人っていうのはなかなかいないとは思うんですが、まあでも便利になったってことなんですかね。まあ、需要としては想定はしにくいんじゃないかなと思いますが、特急湘南3号は品川駅を出るとぐんぐん加速して東海道線を走行していきます。湘南ライナー時代この列車は確か品格線と東海道貨物線を経由してたはずなんですけどね、今川崎を通過中です。いやー、ルートが変わったな。車内の探検をしてみたいと思います。座席は JR 東日本の一般的なタイプで、袖仕切りも上げることができるタイプとなっています。で、座席のモケットは若干固めですね。更新されてからまだ日が浅いからでしょうかね。座席は座面と背面が独立して動くタイプで、限界まで倒すとこれぐらい倒れます。結構違いが出ますよね。窓際の席に一つだけコンセントがあります。各席に一つずつつければよかったと思うんですけどね。座席後ろにはペットボトルホルダーがあります。まあ一般的な 500ml のペットボトルであればこのようにすんなり入れることができます。座席後ろのテーブルは弁当やパソコンなどが広げられる、まあ東日本だと一般的なタイプですね。テーブルの裏側にはこんなシールが貼ってあります。まあ、特急が全車指定になったので、それの関係で、まあ、ランプの色がどういう意味を示しているのかとかは貼っておかなくちゃいけなくなったのかなっていう感じがします。今緑は指定済み、赤は指定されてないということになります。はい、水回りを見ていきましょう。まずは男性用の小便器から。まあ、255系に比べると全然明るくはなってはいるんですが、まあ、ちょっと見た目は綺麗でもないですかね。もうちょっと補修うまくやってほしかったなって印象です。男女兼用のトイレはこんな感じになっています。まあ、緑のインテリアに木目調ってことで、結構印象としては結構綺麗ですね。清潔感もあって良さそうです。まあ、これぐらいの広さだったら全然いいんじゃないでしょうか。鶴見を出たあたりから京急線の赤い列車と並走を始めました。まあ、向こうは普通列車っぽいのでどんどん追い越していきます。さようなら。列車は横浜駅を通過していきます。この駅を通過する列車は JR では今や特急湘南のみになりました。昔は通勤快速も通過していたんですが、2021年の改正で通勤快速がなくなりまして、現在では特急湘南だけとなっています。特急湘南だけは通過です。特急湘南3号は大船駅に到着します。この列車はもともと湘南ライナー1号時代、品格線と東海道貨物線を経由していた関係で、大船駅は経由しなかったんですが、2021年の改正と同時に東京からの下り列車は全て大船駅に停車するようになりました。ちなみに大船駅を通過する特急湘南号は、新宿を発着する全ての列車と湘南6号、8号、10号の3本となっています。降りは東海道貨物線経由の列車がまだ残っています。列車は大船に続いて藤沢に停車します。この駅は貨物線側にもホームがあるので、特急湘南号は全ての列車がこの駅に停車します。向かい側に見えるのは小田急江ノ島線のホームです。側面の表示はこんな感じになっています。なんだかんださっきまで取れてこなかったので、これも一応上げておこうかなと思います。列車は茅ヶ崎駅に到着します。そういえばなんですけれども、湘南ライナー時代は最初の停車駅からは快速列車としてライナー券が持ってない乗客も乗ることができたと思うんですけれども、特急券を持ってない利用者が乗れなくなってしまったというのは結構大きいのかもしれません。
まあ藤沢とか茅ヶ崎って乗ってくる人が結構いたりするんじゃないかなって思ってて、まあ実際この列車でも乗ってくる人はいました。まあそういう人っていうのは特急券を別で買わなきゃいけないって大変でしょうね。茅ヶ崎に続いて平塚に到着します。向かい側ホームには東京駅を9分先に発車した平塚止まりの普通列車が停車中です。まあ、この列車は多分この後回送として車庫に入るのかなと思いますけれども、この列車はまだまだ小田原方面に向かっていきます。平塚を出たあたりからほぼほぼ空席になりました。まあちらほら乗っている人もいますけど結構ガラガラですね。紹介しそびれてたんですが、1号車と9号車にはこのように荷物置き場が増設されました。まあ今の特急だとよく見る設備になりましたね。始発の東京駅から1時間と13分、特急湘南3号は終点の小田原駅に到着します。で、実はこの列車、湘南ライナー1号の東京出発時刻と小田原到着時刻と全く一緒になっていて、東海道貨物線経由で停車駅の少ない湘南ライナー1号と同じ時間で走り切ってしまうのはちょっと意外だったような気がします。で、向かい側のホームに停まっているのが普通列車の熱海行きです。小田原止まりの特急湘南号の到着を待って発車となるようです。それでは降りていきましょう。というわけでリニューアルされた E257 系に乗って始発の東京駅から小田原まで無事乗り通すことができました。あずさ開示時代とはまた違った顔つきにはなっているんですけれども、まあこのデザイン結構好きなんですよね。で、湘南ライナーから特急に格上げされましたけど結構利用者は多かったので、まあツイッターとかでは湘南になったのは失敗だとかいう声も上がってはいるんですけれども、個人的には全然順調にいってると思うし、まあ成功かどうかは分からないですけど悪くないんじゃないかなって思ってます。はい、というわけでこのトークが面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、つまらないと思ったら遠慮なく低評価をお願いします。それでは。